はいどうも、よしまる普及委員会三軍のナンバーツーパルです。まあ、よしまる普及委員会にそういう概念があるとは思えないけどね。はい、そんなわけでね、今回なんとなく飾ってみました。まあね、特に意味はないです。まあ、なんとなく飾りたいなって思ったから飾っただけですと。はい、というわけで今回開封するものがこちら。はい、ラブライブサンシャインウェアハウス第4弾、こちらの方ね、ボックス購入いたしましたので開封していきたいと思います。だいぶ出遅れました。もうね、これ自体は発売日には購入していたんですよ。購入してはいたんですけど、本当にね、もういろいろ忙しすぎてね、動画出すのが今頃になってしまったとね、本当に大変申し訳ありません。お待たせいたしました。でね、今回のウェアハウスからなんとね、味の方がみかんクリーム味に、ね、変更されているということでね、もう完全にチカチカ押してきてるね。そして種類の方が全24種プラス9種ということで、まあこれね、僕自身このね、ウェアハウスのボックス開封するときに毎回のごとくね、言わせていただいてはいるんですけど、このね、ワンボックスだけでは全種類は揃いません。物理的に。しかもボックス内でね、カードがダブることもあるんでね、まあでもそれもね、ウェアハウスの醍醐味の一つだとね、僕自身考えていますので、まあやっぱりね、何が当たるかわからないっていうのが本当にね、僕自身好きなんですよ。で、このプラス9種っていうのが、こちらのね、黄色箱押しカードとなっておりまして、だいたいワンボックスに、まあ多くて3枚、少なくともね、最低2枚は入っているっていう感じです。まあ3枚当たったら嬉しいですし、それが僕の推しである花丸ちゃんだったらもうもっと嬉しいです。よし、じゃあ、開けました。まあ僕自身ね、いつもこんな感じでね、お店にあるみたいに開けさせていただいておりますと。いらっしゃいませ。で、今回もですね、表紙の方2種類ありまして、こちらがハピパ塩、こちらが婚約塩となっておりますと。そして細かい種類の方なんですけど、ブロマイドカード過去ハッピーパーティートレインの箱押しバージョンが9種で、ブロマイドカードのハッピーパーティートレイン仕様が9種で、ブロマイドカードの恋になりたいアクアリウムが9種、ミュージックカード3種のビジュアルカード3種となっておりますと。よし、開封の方に移らせていただきたいと思います。はい、今回もね、あらかじめ上の方をハサミで切らせていただいております。ということで、一つ目見ていきましょう。3、2、1、はいと。おー、これがビジュアルカードかな、このね、3人で写ってると1年生のいきなり当たるってか、かわいすぎないこれ。花丸ちゃん待って、花丸ちゃん超かわいいんだけど、これやっぱえ、すげえかわいいこれ。で、裏面がこんな感じで、おー、ハートマークがついてますね。ね、僕の胸もハートマークになってるよ。というわけで1枚目は1年生のね、ビジュアルカードが当たりましたと。はい、ではね、2つ目見ていきましょう。3、2、1、はいと。おー、リコちゃんの白押し来た、いきなり。いや、まあ、いきなりではないけど、早速ね、リコちゃんの白押しが来ましたと。いやー、めっちゃいいわ、本当に。いやー、リコちゃん、かわいいな。いや、好きだわー。裏がこんな変わんないのかな。あ、裏がこんな感じになってると。お、いいね、線路があるよ、ここに。はい、リコちゃんの白押し当たりましたと。いや、本当にありがとうございます。めちゃくちゃ可愛いです。はい、白押しが当たってね、テンションが上がったところで3つ目見ていきましょう。3、2、1、はいと。おー、ヨハネちゃん、いや、いいわ。もうブロマイドカードいいんだよね、本当に。このハピパ仕様が本当に好きなの、これ。やばくない、このこのヨハネちゃん可愛すぎでしょ、本当に。いや、めちゃくちゃ可愛い。打点使用素いずこへ。はい、3つ目はブロマイドカードのヨハネちゃんが当たりました。はい、じゃあ4つ目見ていきましょう。3、2、1、はいと。おー、ルービーちゃん、今度は婚約バージョンのルービーちゃんですね。いやー、いいね。シーラカンス素敵だよ。やっぱルービーちゃんと言ったらね、このシーラカンスだよね。もう本当にシーラカンスがよく似合う子。ちょっと今の自分でも何言ってか分かんなかったわ。はい、というわけで婚約バージョンのルービーちゃんが当たりました。ピキッ。はい、じゃあ数も多いんでね、どんどん見ていきましょう。3、2、1、はいと。おー、今度はこれミュージックカードですね。いやー、来ました。ハッピーパーティートレインのミュージックカード。いやー、かわいい。本当にね、幼少期バージョンめちゃくちゃいいよね。まあね、ちょっと推しだからこそね、注目しちゃうけど、この花丸ちゃんやばいでしょ、これ。いや、めちゃくちゃかわいいの。いや、この場面はね、本当に嬉しいです。というわけで、ハッピーパーティートレインのミュージックカードが当たりましたと。はい、では次、3、2、1、はいと。おー、マーリーさん。マーリーさんのブロマイドカードですね。いや、いいね。このアザラシ持ってるマーリーさん、本当にいいよね。可愛い子が可愛いもの持ってるって。いや、もうありがとうございます。というわけで、婚約バージョンのマーリーさんが当たりましたと。シャイー！はい、では次、3、2、1、はいと。おー、ヨーちゃん。ハッピーパーティートレイン仕様のヨーちゃん。いや、やっべ。いや、マジ。本当に可愛いの、これ。いや、可愛いわ。ここのヨーちゃんって、これ半端なくない？この場面のヨーちゃん、マジでもう、やられる。というわけで、ヨーちゃんのブロマイドカードが当たりました。よっしゃー！さあ、どんどん行きましょう。3、2、1、はいと。
ウォークミュージックカードですね。ハッピーパーティートレインのミュージックカード、これバージョン2ということだ。ミュージックカード3種類しかないから、これあれか、ハッピーパーティートレイン仕様しかないか。なるほどなるほどね。いやいいね本当にね。ミュージックカードでもね、こうやってね、全種類じゃねえや、全メンバーが揃ってるっていう点でね、ミュージックカード本当に僕ねいいと思うんですよね。はい、というわけでね、ミュージックカードが当たりましたと。まあでもね、やっぱり個人のねブロマイドカード欲しいっていう気持ちあるよね。うん、わかる、めっちゃわかる。はい、というわけで次行かせていただきましょう。3日はいと、わあ、はい、来ました、花丸ちゃん。いや本当にやばいこれ。いやめっちゃ可愛いわね、このギューって、このギューって抱きついてる花丸ちゃん。マジでもう本当にこのぬいぐるみごとギューってしたいわ。いやもうさすがの可愛さ。ありがとうございます。というわけで花丸ちゃんのねブロマイドカードが当たりました。はい、こちらが折り返し点10個目となります。3日はいと、おー、ダイヤ様来ましたね。ダイヤ様ね、ウェハースと言ったらなんかダイヤ様、僕の中でそういうね、なんかなんだろう、固定概念みたいなのがあるね。ウィンクしてるダイヤ様、これやばいでしょ、これ本当にもう、いやもう、かわいい、ほんと好きだわ。はい、というわけでね、ダイヤ様のブロマイドカードが当たりましたと。いやいいね、まだね箱推しの可能性残ってますから。では行きましょう、3、2、1、はいと、おー来た、そんなこと言ってたら来ました、チカチーのね発光しブロマイドカード。いや本当にもうミカージのね、これウェハースの味がねミカージに変わったからね、やっぱりチカチーは当てておかなきゃなって、なんとなくね、なんとなく思ってたんだよね。いやもうてか、それがね発光してきてくれるということで、めっちゃ元気もらえる、毎回言ってる、チカチー当たった時に毎回言ってるんだけどね、本当に元気もらえるのこれ。かわいいしな。やっべ、チカチやばいわ。はい、そんなわけでね、白押しのチカチが当たりましたと。はい、では次行かせていただきましょう。3、2、1、はいと。おー、え、あ、めっちゃ綺麗これ。あ、すげえ綺麗、ちょっと一瞬見とれちゃったじゃん。はい、ミュージックカード、これバージョン1ですね。これでね、ミュージックカード全種揃えましたね。やってこう、これめちゃくちゃ綺麗なのこれね。カナンちゃんと花丸ちゃんとね、ヨハネちゃんのこの3人がね、いや、本当にすごかったこれ。一瞬、えって思ったもんこれ。はい、というわけでミュージックカードが当たりましたと。はい、じゃあ次、3、2、1、はいと。おー、ヨハネちゃん来ましたね。いや、このヨハネちゃんいいんだよね、この。ちょっとね、なんか困り顔みたいになってるんだけど、その顔でね、ガオーってやってるね。いや、このヨハネちゃんほんと好きです。はい、というわけでね、ブロマイドカードのヨハネちゃんが当たりましたと。はい、どんどん行きましょう。3、2、1、はいと。おー、来ました。ビジュアルカード。この2年生のビジュアルカードですね。いや、いいね、こう。やっぱり個人のブロマイドも好きだけど、こうやって揃ってるのほんと好き。いや、いいわね。チカチーとヨウちゃんとリコちゃんの3人の2年生のね、ビジュアルカードが当たりましたと。はい、では次、3日、はいと。おー、カナンちゃん。いや、やっぱりね、ハッピーパーティートレインって言ったら、やっぱりカナンちゃんですよ。カナンちゃんがいいんだけど、始まらないですよね。センターのカナンちゃんが当たりましたと。いや、かわいいわ。本当にね。もう、僕のことも導いてください。はい、というわけでね、ブロマイドカードのカナンちゃんが当たりましたと。だいぶいい感じ。いいですね。今のね、カナンちゃんで全メンバーはとりあえず出ましたと。オッケーオッケー。一人誰か当たらないっていうと本当に悲しいからね。はい、というわけで残り5つです。3、2、1、はいと。おい、ようちゃんね。うちっち持ってるようちゃんね。いや、もう可愛いんだよね。本当に。いや、いいわね。ようちゃんが、はい、ようちゃん。ようちゃん。はい、というわけでね、ブロマイドカードのようちゃんが当たりましたと。よっしゃー！はい、まだね、一応、箱押しの可能性は残ってるんでね。いや、どんどん行きましょう。3、2、1、はいと。おー、ミュージックカード。おー、ダブりましたね。ここでダブってきました。ミュージックカード、バージョン3の方ですね。はい、というわけでね、ミュージックカードがね、ダブってしまいましたと。まあまあまあ、よくあることも、ウェアハウスではね、もうこれが当たり前。というわけで、ラスト3つで、3、2、1、はいと。おー、リコちゃん来ました。はい、ブロマイドカード、さっきのね、箱押しバージョンとこちらの普通のバージョンのね、リコちゃんが当たったということで、いや、いいね。やっぱりね、箱押しとこっちの普通のバージョンってね、ジル持ってるのも本当にいいよね。で、いや、リコちゃん可愛いね。リコちゃん可愛いね、やっぱり。はい、というわけで、ブロマイドカードのリコちゃんが当たりましたと。はい、ラスト2つ、3、2、1、はいと。おー、来ました。箱押し3枚目、ルービーちゃん。いや、ルービーちゃんね、すげえ、もう元気いっぱいのこの可愛さ、やばいでしょこれ。いや、ルービーちゃん可愛いわ。よかった、もう箱足がね3枚入ってましたね。やっぱそこが本当に嬉しい。はい、というわけでね、ブロマイドカードね、箱足バージョンのルービーちゃんが当たりましたと。
はい、じゃあ最後ね、見させていただきましょう。サニチ。はいと。お、ダイヤ様来ましたね。はい、ブロマイドカード。子役バージョンのね、ダイヤ様ですね。いや、ペンギンギュッてしてるダイヤ様ね。やばいね。こっちハッピーパーティートレインの方だったけど、なんかこう、ウィンクしてる感じだったね。さっきのやつも。はい、こんな感じでね、ハッピーパーティートレインの方でもね、ウィンクしててね、子役バージョンでもウィンクしてるってね。いやね、本当に、ほんと可愛いわ。嬉しみ。というわけで、ブロマイドカードのダイヤ様が当たりましたと。はい、そんなわけで、ね、今回当たったカードはこんな感じとなっておりますと。いや、箱押し3枚入ってたの良かったですね。そしてね、全メンバーが揃ったって言っても本当に良かった。もう誰か一人でも欠けてると本当にすごいなんだろう。悲しい気持ちになっちゃうからね。まあ個人的にはね、花丸ちゃんがその子役バージョンで1枚しか当たらなかったっていうのはまあちょっとね、残念ではあるんですけど。まあまあ正直ね、ウェハースの場合は出てくれたら本当にもうそれだけでありがたいんでね。よしといたしましょう。うん。よし。あとビジュアルカード揃えたかったね。3年生のね、ビジュアルカードがちょっと当たらなくてね。ミュージックカードの方でね、このバージョン3がね、こうちょっと被っちゃったんですけど、まあまあその辺はね、ウェハースだからしょうがないということで、まあ納得いたしましょう。よし、じゃあそんなわけでね、今回はこの辺で終わらせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではさよなら。